こんにちは。カシアルルチの今日のインテリエンス、最初に出していただきます。今日は中国の新型潜水艦は脅威かというテーマについてお話をしようと思います。まあねあのー、潜水艦の前に部、ね、位の問題があるので、これに関してはちゃんときっちり決着をつけておこうと、そう思います。やっぱり首相はあかんと、そういう話ですよね。まずね、ね、えー、産経新聞に次のような記事がありました。1日の参院予算委員会で、尖閣諸島の周辺海域に中国当局が設置した V の扱いが議論になったと。 日本維新の会の東徹東東東東氏は「日本の撤去要求を中国,で中国側が聞き入れないなら実力で撤去するべきだ」と主張上川陽子外相は、えー「国際法に関連規定がない」として慎重姿勢を示した「中国の部位は尖閣の北西約80キロにある」と「日本の排他的経済水域に位置するが、えー、っと尖閣の領有権を主張する中国から見ると同国の権利が及ぶ海域に当たる」と。 東氏は中国に求めても撤去しなかった場合日本独自で撤去すべきだとただした。撤去は日本にとっては正当当なな主権のの行使に該当するるがが深刻な日中対立を招くとと見方があると上川氏は国連海洋法条約には明文規定がない個別具体的な状況に応じた検討が必要で可否を一概に答えるのは困難だと述べるにとどめ外交ルートを通じた えと中国への敵経要請を続けると考えを示し,したアホですね本当に本当にアホですよ岸田はアホ神川もアホ本当にアホ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 ゴミですからねひどいもんですよなぜかこれ、ね、まずね EEZ とは何かっていう話なんですよねこの排他的経済水域とは何かこれ海上保安庁の、えー、とホームページからちょっと読み上げてみますね えー、EEZ は、えー、領海の基線からその外側200海里の線までの海域を並びにその海底をなおよびその下ですとなお排他的経済水域においては、えー、以下の権利管轄権が認められていますと天然資源の探査開発保存および管理のための主権的権利、えー、人口と施設,、えー、施設および、えー、構築物の設置および利用に関する管轄権 3中国海洋の、えー、科学的調査に関する管轄権4海洋環境の保護および保全に関する管轄権だからあの海上のね科学調査に関する管轄権も日本にありますしそして、えー、っと <coughs> 人工島とかね施設ねそういうのに対する管轄権も日本にあるんですよ。あの尖閣というのは本当ごく最近ねあの本当に中国が言うようになったんで根拠が全くないんですよ。 根拠がないということは、神か神か,か外相は分かってるはずなのに、ねこういう場合なんか国際上に規制がないからとか、アホなことを言い出すんですね。ほんまアホですよ。ねちゃんと海上保安庁あったら明らかにこれは管轄権があるんですが、日本が撤去すればいいだけの話ですよ。中国側にねなんかこうなんですか情報収集を、ね、さ,せさせてね放っとくなんていうのはね日本の主権の放棄ですよこれは。なんでそれを気が気が付かないんだとこう思いますね。本当やか。 本当にあかんっていう感じです。えっ、ー、とまあね、えー、だからあのなんですか、本当本当あかんとこのままだったら日本が中国になってしまいますよね。アホかっていう感じです。そうやってちょっとずつ切り取っていくんですよね。ですからそれをね何とか断固拒否しなきゃいけないのに、それを拒否する力がない今の岸田政権、自民党政権はダメだとはっきり言っておきたいと思います。じゃあ本本題はね、えっ、ー、と潜水艦ね、潜水艦長先でしょうか。 なんか本当にね日中関係悪化してもね基本って最終的には日本にはメリットしかないんですよ。<laughs> ねえ田中角栄の呪いですよね今のこの状態はねこの呪いをなんとかして解かねばなりませんやっぱりそう考えたらね日中と喧嘩してくれた方がええよなんて早く早く戦争しろと僕は主張したいとこう思いますまあじゃあ行きますね中国が強大になるにつれその軍事力は拡大することが予想される。 これは中国海軍において最も顕著であり、えー、人民解放軍海軍はより能力を高め好戦的になっていると最近中国は海洋調査プログラムのために調査船と称する「シーアン6号」これですねこれをスリランカに派遣しようとしたと中国は8月の第3週にスリランカに停泊する許可を求めたと報じられているとインドの懸念によりコロンバは即決しなかったスリランカは船は潜在的なスパイ能力に関して独自な懸念を持っていたようだ そのため、スリランカ海軍による監視とともに地元の科学者や研究者を乗船させ調査活動の期間を限定することになったといいですかスリランカですからここだけのことやってるんですよ日本政府やりましたか、ね、勝手に調査だけさせといてね,ねちゃんとちゃんとこうやらせないけどスリランカでもここまでのことやってるのに日本政府は何やっとるんやとそういうことですね本当にねでもう一つ続けますね インドよ特にスリランカにおける中国海軍のプレゼンスの増大に対するインドの安全保障上の懸念は新しいものではないスリランカは中国が調査活動を名目にスパイ戦を停泊させる事件が繰り返し起きている今回も状況は変わらない。 実際シーアン6号はインド洋の広範な調査に参加しておりそのデータは中国の潜水艦作戦にとって非常に重要となるここなんですよね潜水艦がねちゃんと運用するためには海洋の状況っていうのを知らなきゃいけないんですよねそれを一生懸命調べてるのが c アン6号だとこういうことなんですよねインド海軍のアニル・ジャイ・シーンイ順将は この問題についてコメントし人民解放軍海軍は2019年以来インドの排他的経済水域の e z の層に留まっているが中国はイン,ドインド洋東部で活動を続けており海底マッピングと資源評価といった一見適切な行動を行っていると述べたしかし彼らの実際の焦点は潜水艦の作戦にとって重要な温度圧力塩分プロファイルを含む水路データの収集にあると。 そうなんですよね潜水艦が活動するために事前のまあマッピングって言ったら変ですけどねそれをやってるんですよね。えーアン6号以外にも中国の原子力潜水艦は、えー、もう進歩していると、えー、米海軍大学の中国海事研究所の新たな報告書によると中国は現在「095型巡航ミサイル潜水艦 SSGN」と「096型弾道ミサイル潜水艦 SSBN」を開発中である。 伝えられるところによると著者らは,者らは中国の軍事出版物や、えー、軍港間の演説など,などの情報源を組み合わせて中国の潜水艦の進歩に関する分析を展開したとこアメリカ側の,、ね、このオープンソースを使った情報収集は本当に徹底してますよだから DIA ぐらいから出てくるね多分 DIA が多分ネタ元なんだろうなという報告ちゃんから見ても本当にすごいです えー、ここまで調べてるのかと思って僕本当にいつもびっくりします、えー、衛星画像に基づく分析は、えー、潜水艦建造の進歩と、えー、四変化と進歩歩ととと化を追跡するるためにも使用されていると例えば報告書は2023年1月今年の1月ですね遼寧省の、えー、コロト造船所の新しい、えー、建設施設から「えー、093B 型潜水艦」がロールアウトされることについて、えー、述べていると。 新しい研究によると米国とその同盟国は「096型 SSBN」の動きに気,気づくことがより困難になるというとこれらの潜水艦はおそらく非常に静かであると報告書は新型潜水艦は前,人、まあ、前,前の方に比べて大幅な改良が施されており推進力センサー兵器の分野ではロシアの ドルゴルキー級 SSBN に匹敵する可能性があるが静粛性の点では改良型アクラ1に似てていいるるとと述べているとこの分析が正しければ「095型」と「096型」の導入は米国の海底安全保障に、えー、っと重大な影響を与えることになると。これはインドやただインド,インド太平洋パートナーにとっても重大な影響を与える可能性がある日本にとって影響は大きいですよね。 報告書の著者の一人であるクリストファー・カールソンはメディアにコメントし「タイプ096は悪夢になるだろうそれらを検出するには非常に困難になるだろうこれらの潜水艦は開発の初期段階にあり2030年に襲撃する予定である」と「096型」に関するニュースは2023年4月のロイター報道に先に掲載されていた「これらの潜水艦は十分に静かであるため戦略的抑止パトロールを行っていると考えられる」と。 より定期的にと、ね、で今年3月8日、えー、会員戦略軍に関する、えー、っと会員の、えー、っと軍事委員会、ね、での声明で、えー、米国戦略軍司令官アンソニー・ジェコットン氏は「こ戦略軍というのはねあの核兵器を扱う部門ですわ」ね。えー、このコットン氏は「中国の現在の新旧潜水艦よりも先進的で長距離の JL3 を装備している」と述べたと。潜水艦3隻が 弾道ミサイル SLBN を発射し米国本土を射程内に収めたと JL3 の SLBN の射程は1万キロ近くと考えられているかなり遠いとこかとするわけですね新しいタイプ096はさらに長距離のミサイルを搭載する可能性があると想定されているともう一つの潜水艦 093B 型攻撃型原子力潜水艦にも注文が集まっている 最新の中国軍事力報告書によると中国は2022年5月から2023年1月までの間にシャン級タイプ、Q ・ 9093B 型誘導,ミサイル攻撃誘導ミサイル攻撃型潜水艦 SSGN を2隻進水,水させ2025年までにこの級の作戦艦隊を3隻保有する可能性があるとしていると。 だからどん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 放っておいたら兵器がどんどん増えるんですよね早く戦わなきゃいけませんよね本当にね早く戦争これ早く戦争これと神おかみちゃんにお願いしてるんですけどどうでしょうかねあきませんかねほんと早く中国が叩き潰さなきゃダメですねこの潜水艦の回収は人民解放軍海軍の耐、えー、水上さ 対水上戦能力を強化し対地上攻撃巡航ミサイル LACM を装備すれば秘密裏の対地攻撃オプションを提供する可能性があるとこれまで人民解放軍海軍の核戦力の焦点の多くは094型人級潜水艦に向けられていた中国は6隻の094型 SSBN を運用しておりこれらの潜水艦は12発の JL2SLBN を搭載できるとこれらの SLBN の射程は 7,000km だと。 まあさっっきの1万キロとといいうより比べたらちょっと短いですな。えー、094型の重要な欠点は騒音が大きいことであったが中国の潜水艦の急速な進歩によりそれらはもはや問題ではなくなったと。中国の潜水艦による上向きの機動性はインド太平洋の主要国に全てにとって懸念の原因となっていると。 軍事アナリストラは中国潜水艦の追跡はますます国際的な取り組みとなっており日本軍とインド軍は米国やオーストラリアなど他のインド,インド太平洋諸国と協力していると指摘していると過去3年間継続的にオーストラリアにも参加したマラバールですねマラバール三国3国間1年の海軍演習は、えー、演習における対潜水艦船の側面を強化した。 これからの国々はより広いインド太平洋に潜水艦,潜水艦,潜水艦攻撃を航空機を配備しているとフランスなどの他の海洋国家を巻き込んだミ意国,国家パートナーシップは特に中国の SSBN の追跡と人民解放軍海軍の増強された海軍交渉に焦点を当て今後数年間で強化される可能性が高いと。 ここういういとなんですよねだ新型のね潜水艦が、まあ、2030年ですかそれまでには結構揃ってしまうとほんでこれはすごく性能が良さそうだと、まあ、どこまでいいのかもうちょっとスペックを変えてくれないと分かんないですよねそれはどこまでいいのかってことはちょっとこの記事だけからだったら分からないんですけど、まあ、そういう見方が一つあるとやっぱりだから中国との戦争というのは一刻も早く起きてほしいと。 個人的には思うんですよね日本のやっぱり潜水艦をね、えーえー、探索する能力とねやっぱりこう潜水艦能力やっぱりピカイチですんでね今やったらまだ中国には何とか対抗できるはずなんですよ。だからほんとね早くね中国が変な、えー、優秀な武器をどんどん作ってね対抗できなくなる前に早く早く戦争を起こってほしいっていうのが、えー、今日のお話でした。 今日はこのぐらいで、よろしかったよ、ひょんぽちょ、そしてチャンネル登録もぜひお願いします。そして、あサンクスね、あれ本当助かったまんで、ありがとうございます。多くの方にいただければ参考、えー、助かります。じゃあ、今日はこれでおしまいしますね。失礼します。